皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまから宗氏小田原風魔忍者の歴史では決して語られることのない物語ご覧いただきます。ただいまから開幕でございます。時は戦国時代、小田原郊外のとある屋敷。大丈夫か。小太郎様、巻物が。八太郎、霞を送れ。巻菱か、五尺な。八太郎はそこにいろ。はっ、すみません。私は風魔小太郎、風魔忍者の棟梁である。今見てもらった通り、敵の忍者に我が風魔に伝わる秘伝の巻物が奪われてしまった。絶対に取り返さなければならないが、味方の忍者は怪我をし、思うように動けない。そこで皆の中から一人、見習い風魔として私に力を貸してほしい。我こそはというものは手を挙げてくれ。少年少女がいるとありがたいんだ。なんでいいじゃん、こうやって一人か。いいじゃん。お願いします。お願いします。この辺はすごいやりたいけど。
マスクで照明の目だったか。お名前は。どれなん。時鳥、OK、時鳥。これから巻物取り返しに行くために手伝ってほしいんだけど、大丈夫？よし、取れた。